どうもこんにちは、リュウボンです。フォールアウト4を続きやっていきます。今回はね、このね、フォールアウトにはパワーアーマーというね、モビルスーツのようなね、ロボットみたいなね、身にまとうロボットみたいなのがあって、でこいつは、まあよいしょ、このロボット、ね、パワーアーマーというのは旧式から新型までいろんなものがあって、で一応ね、数的にはいろいろ揃えてきたんだけど、新型のが欲しいなということで、ちょっとね調べて、新型のものが置いてあるところに、もうそれを回収しに来るというのが今回の目的。これこの税石タワーというところにあるらしいんだよね。でね、なかなか厳しいらしいので、ちょっと油断しないようにね、行きたいと思います。で、ざっくりと、どんな、種類の敵がいるのかぐらいは見たんだけど、あんまりね、見すぎると攻略がつまんなくなってしまうので、まあ、本当にちょっと、その触りぐらいしか見なかったんだけどね。うん、なんか今日もカクつくな。まあ、いいや。はい。というわけで、で、相手がね、ロボットなので、壊し屋のスナイパーライフル。これで行きたいと思います。なんでこれ、ススって行かないんだ。ジャンプしないと階段登れないぞ。おかしくない？それおかしくない？おかしくない？そうだっけ？フォールアウトって。こんなマイクラみたいなことしないで行けなかったっけ？さあ。あれ？ミュータントやっけ？違うじゃん。聞いてた話違うやん。とりあえず、これ違うか。進もう。とりあえずね。力かな。あれ？ちょっと待って。ここ、あれ、入り口間違い。だってこれどこにも進めないよね。入り口が別にありそうだな。パッと見さ、何もないもん。ね、隠しとか、まあ、フォールアウトね、たまにいきなりその方向性変えてくるから、隠し扉とかもね、ちょっと注意しとかないと。少なくともここはなさそうだね。ちょっと外ぐるっと回ってみましょう。はい。とりあえず一周回ろう。敵はいなさそうなので、サクサク行こうか。サクサク行きたい。俺はサクサク行きたいんだけど、ゲームがサクサク行かせてくれないね。カクカク行かせてくれる。腹が立つ。これでもしなかったらちょっと、また調べないとな。あれ？ないね。あれ？ちょっと待って。どういうことだ？あー、ごめんなさい、ごめんなさい。ね、間違えた、間違えた。うん、行き過ぎた。これ、税関タワーは、ただの目印だった。うん。なので、さっきね、俺通り過ぎたんだよ。この辺とか戦ってる。ここだ！ 35 コートっていうところだな。で、ここがね、マップにマーキングされないところなので、位置的にはこの辺だな。で、シャムロック酒場、ポスタルスクエア、税関タワーのちょうど真ん中あたりにある場所。だね。さあ、楽しみだぞ。よし。オッケー。さあ、必要以上にね、警戒していったけど。この辺はなんか、散乱してる感じだな。ロボット系が敵ということでね。あれ？なんか今変な音がしたね。俺が今持ってるのは、うん、ロボットに与えるダメージが 50% 増加ということで、不意打ちを与えることができればね、多分おそらく4倍近くのダメージが。くそ。あんな、ちょっと待って。どこだ？あー、タレット。そっち側にもあったんか。あれだ。まあ、これ何発ある？ 2000 発か。まあまあ。
あの、タレットなんかにスナイパーライフルってもったいないんだよね。なので使わない方がいいんだけど。何か使えるものはあったか？ない。さあ、このバグ、あの、だいぶ最初の頃からあるけどね。これあの、タレット壊すとね、こういう光とかのパーツの部分もバラバラになるんだよ。まあ、バグだ。さあ、エレベーター行くのかな？ちょっと一旦、もう普通に、もう普通の探索って感じにしましょう。怖いな、こいつも戦うのかな。あ、なるほど。味方にすることはできるのかな、今のロボット。敵になったらなったで、まあまあ、あの、ぶっ壊せばいいんだけど、できるだけ無駄な戦いはね、無用な戦いは避けたいので、よし。あと100以上持っていける。OK。ちょっとや、あ、エキスパートじゃん。というわけでね。本当だったらこいつをね、先導させて、で、ある程度消耗させたところを、攻めるというやり方ができるんだけど、相変わらずね、ハッカーのスキルを取得していないので、できないということだ。OK。じゃあエレベーターで登る以外に行く道がないので、行きましょう。さあ、よし。大丈夫？違う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 。バイバーイ。うまくいくかな。まあうまくいかないとだよね。今までもそうだけど、成功しないとダメっちゅう話だから。シュールな飛び降り方してくるわ。開いたら。セーブしよう。オッケー。ちょっとお前先行くな、マジで。お前ちょっとダメお前。なんだい？こっちよ。わかった。お前、待機だ。待ってて。よし。必要な時は？必要な時？来ねえよ。伝説！すぐは出てこないと。こっちだ。一応開けるか。基本的に開けていきたいよね。こんな感じ？おう、イエー。何？怖え。え？あれ普通なの？あの音。ちょっとめちゃくちゃ怖いわ。ちょっと。すっげえびっくりした、今。うわぁ。まあいいや。とりあえずね、このロボット工場だっていうのに、鍵開けがね、多くてすごい。助かったわ。こんな感じ。あれ？最近よう失敗すんの。スイートスポットっていうね、この、鍵開けが簡単になるね。スキルっていうのは、スキルというか、まあスキルだな。あるので。見つけていたらね、見つけていったら取っていきたい。今の警戒体制を解除します、みたいな。ちょっと、いい言い方だったね。なるほどね。伝説のセンチュリーロボットは、ちょっと、いい人風な人格が、入ってんだな。さあ、探索がおしまいだ。攻めるよ。うん、もうセーブしてるから。ビビんなくていいから。スキャナーに生物反応、警戒レベルを上げる。あら、強いな、こいつ。あんまり強くない。
あーくそ。オーケー。あれちょっとね、辛いんだよなこいつ。あの接近戦でボコボコやってくるから。オッケー。アサルトロン強いな。あの硬いね。そっか、こっち側にいたんだ。あれなんで、なんかこっち行く道あんの。どっから出てきたんだろう、よくわかんねえ。うおびっくりした。お前降りてこれねえんじゃねえのか、デカブツ。ちょっと待って、すげえ痛いねこいつ。よし。壊してやれ。いやあ。いや、強いよ。めちゃくちゃ強いよ。なかなか。スコープがね、ちょっと。あ、これでいいじゃん。おい。上がってこいや、こら。おい、来い。よしよしよし。壊れたんじゃないの腕。ほらほらほら。あれ痛いね。あ、痛い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 。ほら。うら。うら。さあどうする、どうすんの、うん、どうすんの？うお！うわ、うっそー！おお！一発で倒せるとはな。よし。アサルトロンは仕留めた。次は、なるべく、センチュリーロボットを、ステルスアタックで仕留め、先制攻撃しちゃう。まずどこにいるのかを。いた。あ、これいけるね。超減ったよ。あれ変異しねえな。変異してほしいんだけど。よし。で、さっきちょっと分かったんだけど、腕をね、腕をぶち壊すと、あれ降りてきてる！待って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 。痛い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 。伝説のレイダーもいいのかよ。行くぞ。オッケー。そろそろ、フュージョンコア出してくれよ。センチュリーロボットは、あ！これ楽勝だな。こっからやればいいじゃん。ね。ほら。ほら。まあ、こういうことだよな。痛いな。痛い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 。で、ちゃんと最大に保って、で、AP 回復したでしょ？そしたら、よし。で、壊れたら、すぐ、ドア閉める。多分爆発するぞ、こいつ。ほら、音が。うわーく！もう一回。わあ。大丈夫？おぉ。危ないぞ。うおぉ。お前は？あ、
生きてるか。いや、面白かったけどね。はい。OK。で、センチュリー、あ、今のがセンチュリーロボットのね。いや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 、楽しかったよ。腕を2つ壊すと、行動不能になるから、自爆するんだよね。それを、さっきその自爆に巻き込まれて死んだと。いいな。でも伝説のレイダーっていうのは多分下かな？下のやつが反応したのかな？おそらく。そんな気がしたのは確かだ。と言ってた。言ってたな。変な、変な翻訳やだよ。さあ、どこにあるのかはまだね、俺も把握してないが。まだセンジュリー？いや、出てこない。あー、なるほど。あ、見つけた！あった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 、あれだ！こっちも一緒にやれって。あ、開いた。これが新型。パワーアーマー X01 マーク3。内容的には、あ、もう全部揃ってるね。やったー。ちょっと待って。あ、チャージフルだね。いいじゃん、いいじゃん。乗ろう、乗ろう。乗ったらね、自分の姿ちょっとわかんないので。オッケー。インベントリは ?360 ね。俺さっき370だったけど。これに乗るとね、よく、持てなくなるっていう、ね。おー。顔は、まあ、若干変だけど、新型っていう感じでなんかすごいいいじゃん。すげえ。やった。だ！目的のものをゲットしたぞ。もうここから飛び降りても OK だからね。工場から。いやー、やったやった。目的、もうよかったよかった。途中ね、例えば、異常に強い敵が出たりとかね、したわけじゃないので、いやー。もうほんと、これでもおしまいだよな。多分クリアって出てるんじゃないか。あ、そうかそうか。マップには表示されてない。というわけでね、注意事項としては、まあ、アサルトロンと、セントリーボット。うん、セントリーロボットじゃないな。セントリーボットだな。まあ、俺の場合伝説だったけど、まあ、強いのがね、いるんで。で、まあ、多分真面目に戦う場合は、こっから上に上がってね、で、この障害物とかこういうのを利用しながら戦っていくんだろうけど、狭いので、とにかく。自爆。するときに逃げ場がない可能性が出てくるので、それだけ注意するようにって感じだな。よし。じゃあ、今回はね、じゃあこれで、終わりにしようと思います。あ、そうだ、こいつ別に、あれじゃない。欲しいものがあるから。ついてこい。こっからもう、ここは多分外だから、うん、外だな。なので、こっから飛び降りれば、いいね。うーふー、ちょっと一応セーブしよっか。お別れのご挨拶と同時に飛び降りよう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まったな。うわー、大丈夫。